司会をやりますが、福島原発事故緊急会議の国富と申します。今日は本当に穏やかな天気の日曜日で、いろいろいろんな集会も日比谷の総掛かり構造だとかいろいろあるんですけれども、その中で私たちの緊急会議のシンポジウムに来ていただいてどうもありがとうございました。福島原発事故緊急会議っていうのは本当は6年前の 3.11 の直後に、それまで必ずしも反原発っていうことを中心課題としていなかったいろんな首都圏の市民運動の人たちが集まって、これはちょっと何とかしなければいけないいかないんだっていうことで、とにかく緊急に集まって、いろんな集会だとかデモだとかいろいろ何を支援としてできることなのかっていうことを相談するところから始まったのが緊急会議で、その後、いろいろな形で運動は例えばその原発の再稼働を阻止する運動だとか、あるいはその被爆に対してどういうふうにその被爆労働の問題に取り組む運動だとか、あるいは被災者 その支援の運動だとか、いろんな形でその枝分かれしていったんですけれども、緊急会議の方は、その中でとりあえずですね、とにかくシンポジウムという連続シンポジウムを積み重ねるということで、とにかく、もちろんいろんなその他の具体的な反原発の課題にも取り組んでいるわけですけれども、緊急会議プロパーの仕事としてはこの連続シンポジウムということで始めました。で、今日は本当に福島原発事故から今年でちょうど6年になります。で、一方で、皆さんもご存知のように復興ということが言われ、それからその被災者の帰還というふうなことがいろいろ宣伝されているわけですけれども、その一方で今福島の置かれている現実っていうのは依然としてやはり非常に厳しいものがあると。で、その現状をやっぱり私たちははっきり捉えていく必要があるだろうということで、原発知らない福島の女たちの黒田節子さんと、それからその原発事故以来福島のに駆けつけていろいろその汚染の問題だとか被災者の問題だとかに取り組んでこられた FOE ジャパンの満田環奈さんのお二人にお話を伺うということにしていきたいと思います。最初に黒田節子さんから約50分くらいということなんですけれども、報告をいただきたいと思います。よろしくお願いします。郡山市、福島県の大体真ん中にあります郡山市に住んでいます黒田節子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。50分のうちですね、主に大体全般を、パワーポイントを見ながら、これ実は新しくないんですが、基本的に6年前と今、どこが同じでどこが変わったか などということも、ちょっと触れながら30分ぐらいやっていきたい。さらっとおさらいと言いますか、東京新聞をおそらく毎日見られている方々には、別に新しい情報ではないかもしれません。私が勉強するところもいっぱいあります。で、後半は主にですね、今喫緊の課題としては住宅保障が打ち切られるってこともありますので、そこを中心にその他、お話を、聞いていただきたいなと思っています。よろしくお願いします。まず始めます。これイラストは和田誠さん、このお母さんが子供を必死と抱えていますね。これが私はとっても福島の状況をよく表しているのではないかと思って、和田さんとお電話しまして快諾していただきました。で、これをかなり前から使っております。お願いします。次お願いします。これは11年の5月23日、つまり事故の直後にですね、福島から退去して東京に来ました。事故直後の一番、多分私の印象では一番大きなアクションといいますか、これだったのではないかなと思っています。文科省の中庭に通されましてですね、20ミリではな
ないでしょうということを訴えたあの集まりでした。バス2台で来たんじゃなかったかなと思います。でこれはですね、やっぱりその20ミリっていうのがいまだに問題なわけですからね、これからずっと後を引いているわけです。あのこの20ミリっていうことを、まあ、いち早く 誰かが言ったんですね。で、あの、まあ、このことが今もずっと引いているという意味で6年 前の写真を持ち出してきました。南相馬の、20ミリシベルト撤回 あの裁判もありますよね。これなどもやはり20ミリということを問題にしていて、これは全ての国民に対する共通な重要な問題として今もあの、大事なところを争っているわけです。次お願いします。なぜ避難できないか、これも、まあ、スライドとしては古いものです。よく聞かれたんですね、福島がそんなにおかないんだったら逃げたらいいんじゃないのと簡単に言われたこともありました。でそれはいろんな事情があったんです。ママたちの苦しみ、あの隣近所からはあんたちょっと考えすぎじゃないのと言われるのがオチでした。で子どもたちはあの孤独の世界がありますから仲間と離れたくない、それから家族間、夫婦間、それから親と子の世代のその葛藤がありました。それから住宅ローン、仕事などなどで本当にたくさん の人それぞれの問題がありましてですね、なかなか避難できなかった、できないんですね。それでも勇気を持ってたくさんの人が、まあ、全体から見れば残念ながら一部ですけれども各地に飛び立ちました。そして6年本当にさまざまな苦労があったと思います。やっと慣れ親しんできたその地域の中にやっと落ち着いたかなと思われるこの頃です。それなのに帰れ、住宅補助打ち切りかという意味で、前のスライドを持ち出しています。はい、次お願いします。これもあのスライドとしては古いものです。除染の風景ですね。で除染っていうのは本当にたくさんの問題があるということが分かってきています。右の方は屋根の上に高圧水をかけているところですね。左の方はこうやって木々のその柱のところまで高圧をかけて、まあ、除染しているわけです。でこの水は一体どこまで行くのか、プラシの、汚泥となっているところですね。でそれをまあどうしていいかわからない。原発を作って儲け、事故を起こしてまた儲けというあの土建業者さんのその何て言いますか、原発特需復興、その名のもとにいまだに除染は進められています。あの目立つところでは 2回目と言われてますが、しかしやっと来た、やっと私のうちに来てくれたよっていうところもまだまだあります。それであの原発の、あ原発じゃない、その作業している方ですね、除染の作業している方はもちろん全国から来ていますけれども、その原発の避難者ですね、仮設に住んでられて、まあ、日銭を稼ぐために働いている方がいっぱいいらっしゃいます。原発で全てを失って除染でまた被爆しているという実態がありました。そしてその除染の作業のさまざまな問題ですよね。あの何重にもわたる P ハネ構造の中で働かれています。それから汚染水をそこからはなくなったかも、まあ、少し減ったかもしれないけども、最終的には汚泥となってそこが高レベルの汚染となって残っている、全く解決できないわけですね。それから作業員の安全の問題、起爆の問題も全くないがしにされたままずっと進められています。
次お願いします。あこの費用ですね、問題費用もあるんです。女性、私は女性は全く必要ないとは思っていません。町から、私たちの暮らしている町からの放射能が高いレベルでまだある限り、そこを除染してほしいと思っています。しかしやっぱり優先順序があるでしょうって、10兆円もかける予定だそうです。お金の使い方の問題ですね。はい、次お願いします。これは山の除染の風景です。福島はですね、7割が山林です。こういうところを除染する果てしもない作業です。はい、次お願いします。これ上の方はですね、野焼きの風景ですね。郡山市郊外で撮ったものですけど、とっても美しいですよね。私はとてもある意味で気に入っているんですけど、しかしこの焼いた後の灰、これは高レベルな放射能を検知されます。でこれはどうしようもない放射能だから、本当にどうしようもない。それから右下の方は、富岡町の沿岸部、海の近くで撮られたものですね。ドローンが上から撮っています。これ見ると、ね、三段爪です。三段爪、各地から集められているわけですが、ここに来るものが全てではなくて、決してむしろ一部でしょうね。誰か言ってましたけど、東京都民は何人ですか、人口1000万人、都民人、赤ちゃんからお年寄りまで入れて一袋預かってくれると大体合うそうです。このフルコンパクトってやつね。それぐらいどうしようもなくあるわけです。でなんで沿岸部かっていうと、ある人はそのまた津波が来た場合にこれをずっと引っ張って海の中に引っ張って行ってくるのではないか、だから沿岸部じゃないかなどという人もあります。次お願いします。これは原発被害者の風景ですね。実はこの大きな写真の方の上の右の方は小和田真澄さんです。その後町会議員になって頑張っていますけど、真澄さんが自宅に帰られた時の風景です。原発 ADR っていうのがですね、その裁判に行くまでもうしないけれども何か相談するところ、紛争解決センターっていうところに多くの人が、自分たちは一体どうなんだ、保証はどうなんだというふうに相談するわけです。ところが8割、その相談しに行った人の8割が半分以下の和解案を提示されるそうです。これで不満なら裁判にどうぞというふうなことですね。そこで多くは、裁判というのはお金も時間もかかるので、そこで多くは諦めて半額以下でその和解案を飲んでしまうという状況です。で、加害者の財政再建に全力を挙げてですね、被害者は置き去りにされてるっていう伝統はなぜかこの国の、昔からのもう悪しき伝統として本当にあるんだなっていうことを感じています。次お願いします。これも、新しい情報ではありませんが、関電子の問題ですよね。宮城県や 岩手県では震災後だんだん自殺者は減っています。ところが福島では、一番左福島ですね、平成23年が10人だったのに、26年5月の時点、5月末ですからちょっと中途半端ですが、これ
ちょっとごめんなさい、新しい数字を分かっていないんですけど、23よりも明らかに増えているでしょう。自殺者が増えている福島、これが原発事故の様子をよく表していると思います。関連死が、去年あたりで1500人ぐらいだと福島の場合で言われています。ただ の津波の事故とはやっぱり原発の場合は訳が違うということがここに一つは出ています。次お願いします。137人の甲状腺がん、これは2015年8月31日の数字です。今最も新しいのは183人ですか。そして強化したぐらいにまた次 の健康調査委員会がありまして、これがまたおそらく今までの、あれから言うとまた増えているということが予想されるわけです。でこれはですね、本当にもう更新するのが嫌になりましたと書きました。こういう情報は次から次と更新されて、私はもうパーポなんか改変なんていうか新しくしていく気力がだんだん薄れてですね、毎年増え続けている原発被害者の話をなんだかもう力があまりありませんっていう感じです。はい、次。あ、ちょっと待ってください。すいません、ここで。で問題はですね、甲状腺がんだけではないんですね。大人だってさまざまな、体の不調がないわけはありません。そして検査するのは甲状腺がんだけです。例えば心臓、おしっこを取ってくれと、血液をちゃんと調べてと、あるいは遺伝子の方はどうなんだ、すべての検査をやってほしいと私たちは思っています。なぜか甲状腺がんだけです。しかも当時18歳未満だけ、全くおかしいじゃないですか。しかも福島県だけでしょ。福島県を境にして隣町、隣の県は一体どうなのという話です。あるいは検査項目を甲状腺だけじゃない項目をもっと増やしてということを私たちは最初から言っています。このことをですね、最新のチラシを、実は183人になったっていうチラシをついこの間郡山の駅前金曜報道っていうのが細々と本当に情けないことに、まあ、3、4人です、福島の現地中の現地で、一番郡山市っていうのは一番大きな町です。そこで毎週集まってくるのは3、4人です。でその中で、まあ、とにかく細々とやっているわけですけども、チラシを巻きます。そうすると、近頃どんどんなんか反応が悪くなってですね、東京を本当に受け取る人が少ないなと思うんです。でそれに比べれば郡山の人は受け取ってくれるよなと思ってたんですが、どんどん東京化しているというか、あんたたちまたやってんのみたいな感じ。しかもですね、まあちょっと首をかしげて見ている人がいて、ちょっと話しかけると183人にもなってるっていうことを知らないんですね。テレビやその他で一応流してはいますよ、多分。だけど大きく扱わないんですね。きちんと問題意識を持っていない限り、183人も子どもたちが甲状腺がんになったなどということは、福島県民はあまり、てかほとんど知らされていない状況だと思います。圧倒的に安全安心キャンペーンが展開しているからです。マスコミ総動員で、専門家総動員で、そういう状況に私たちはいます。
放射性被曝のあるいはその危険性に対する研究がいろんな形で今まで政治的に潰されてきた歴史があると思います。これは100年の歴史があると思います。被曝の問題、危険性というのはその核兵器、軍事の問題、それと直結するためだと私は思っています。危険性をみんなが知ることは都合悪いんですね。次お願いします。これは、明石正次郎さんが作ったものです。この特に新しい数字ではありません。多分これも更新していると思います。ただはっきりしているのは原発に近いところの甲状腺がんの発症率が高いということです。それを流出に出している図ですね。次お願いします。これは震災の年です。11年の9月ですからほぼ直後ですよね。これは郡山市の大体全体図です。ちょっと数値見にくいと思いますけれども、測ったのは文科省が測定しています。空間線量と土壌のベクレルですね。それで測ったのは文科省です。しかしこの図を作ったのは琉球大の山崎教授たちです。赤丸、黄色、緑があります。緑はここには映ってません。郡山市のほぼ全体が赤丸です。赤丸っていうのはチェルノブイリの事故がありました。その時に強制的に避難しなければならなかった線量の数値です。郡山市などはチェルノブイリの例で言うならば全て避難しなさいと、強制的に避難しなさいというところに当たったわけです。次お願いします。今は17年ですからさすがに11年と数値は違います。確かに下がっています。しかし現在はどうでしょうか。これはごく最近のテレビから撮ったやつですね。郡山市が真ん中にあります。 0.06 から 0.48。 郡山駅前にモニタリングポストがあります。これは私たちは全く信じていません。郡山駅前の吹きざらし、そして徹底的に除染してモニタリングポストは作られます。中にはその中に何ですか、鉛を入れてガードするように作っているという、それで裁判も起こされたことがありますよね。現在の数値はこうです。そして11年12年あたりすごい高線量の中に私たちはいたんだなとつくづく思うんですね。相当の被曝を当時すでにしてしまっている私たちです。でこれを、毎晩ですね、毎晩テレビ、福島の地方版のテレビではこういうのが流されるんですね。空間線量です。こういうところに私たちは暮らしています。次お願いします。これは最近の東京新聞にも確か載ってましたよね。今年のこの3月ですよね。あちこちで解除されてしまうんです。信じられない。帰還困難区域の大熊とか双葉、あるいはその各地にもそれはもうちょっと違うところにもちょこちょことあるんですが、それ以外は全て避難解除されてしまいます。今まで入れなかったところが自由に入っていいところか、帰ってきなさいと言っているんですね。そしてそこにはいろんな箱物が作られていきます。箱物です。ここにたくさんのお金を投資してですね、
しかし住民たちはそんなにバカではありません。帰る人はそんなにはいないでしょう。今までだって半分くらいですかね、すでに早くから解除されたところ。お金の使い方が全く間違っていると思います。はい、次お願いします。もう一つクリックしてください。これはまあちょっとついでにぐらいのところで時間がありませんので、原発事故のですね、本当のことを隠そうとするのはもう世界の共通事項のようですね、という話です。アメリカの原子力規制委員会っていうのがあります。日本規制委員会、規制委員会、原発推進委員会だべということを私、まあ、言ってるわけですからね。アメリカもまたひどいんですね。ヨーロッパではですね、核周辺にその小児甲状腺、小児白血病したか、それが多発していることが明らかになっています。でそれら、をアメリカの国民には隠すようにしようということを、このアメリカの原子力規制委員会などは言っているわけです、ね、はい、次お願いします。でこれも、まあ、その一つですね。日本で、世界、国際会議が開かれました。その報告書ですよ。もちろん福島の第一原発事故に関する報告書をなのに日本語の翻訳がない。それは他の方はいっぱいあるんですよ。スペイン語やロシア語、中国語、フランス語、アラビア語などがありながら、肝心からの日本語の翻訳書もないまま出版された。これは日本政府に対する WHO なりの配慮なのかということの一つです。はい、次お願いします。原発問題は本当にたくさんの問題を出してしまっています。廃棄物の問題もそうです。焼却炉の問題です。これもデータとしては新しいものではありませんが、基本的にまあこの通りです。たくさん今稼働しちゃっています。そしてダンプカー、ここはですね、この高レベルの燃えかすですよね。これをまき散らしながら放射焼却炉が稼働しています。今まで100ベクレルしか扱わなかったところを8000ベクレルにしなさいと言っているわけですよね。8000ベクレルまで普通の焼却炉で燃やしていいよということを決めちゃったわけです。もう国のなんていうか無責任体制、自分たちがお金を出してきちんと処理をすることはしない、勝手にやってくださいということを決めてしまいました。でバックフィルターっていうのも全く放射能はもう通過してしまうらしいですよね。フィルターはもちろんかけるんだけれども、全く有害物質は防げないということが分かっています。で中間貯蔵施設っていうのもあります。当時石原環境大臣が金目でしょ発言をした、あの施設、たくさんの交付金を提示しました。3000億円の規模の交付金を提示して作ってくれと言いました。大熊や福多摩は容認が決まっています。しかし住民無視のやり方でどんどん進めていっていますので、当然住民の人は不満続出の中でどん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 とことは進められています。次お願いします。これは郡山市のある民間アパート、私がそっち行くところのアパートからもう撮った日常風景ですね。右側の下、コンクリートのドーナツ状なものの中に黒い
袋に入ったものがいっぱいぎゅうぎゅうと詰められて入っています。これはこの風景は郡山市あるいは福島市を歩いてみればあちこちにあります。そして上の方ですね、民間業者に除染を頼むわけですが、もう適当にやるんですよね。そして中途半端なものを置き去りにしていてですね、どうもビニールシートなんかかけてほったらかしなんですね。でその上の私が測ってみたらですね、ちょっと数値見えませんけれども、左が 4.72、右が 6.80、まあ景気によって多少ばらつきありますけれども、そういう数値がブルーシートの上に置いた時に出ました。これは割と新しいところです。ように適当にやってるわけですね。とにかく間に合わないから早く自分のところを除染してくれっていうふうにあちこちに頼まれるんですね、業者さんが。それで丁寧になんかやってられない。さすがに私もびっくりしてですね、この時は市役所に電話したんですね。どうなってるの、こんな状況だよって言って、そしたらなんか適当にごまかそうとしていたんですけれども、私は東京のマスコミ関係の人もよく知ってるからねとか言ってちょっと脅しをかけたら、業者がすぐ来てあれは取って行ってくれました。そういうのがなければほったらかしなんですね。はい、次お願いします。次お願いします。はい、これは郡山、郡山駅前です。こんな風景、視覚に訴えるっていうのはちょっと早いので、はい、次お願いします。で、どんどん海に流れているわけですね。どうしていいかわからない状況だと思います。海に流れる高レベルの汚染水、これも福島の現実の一つです。どうしようもない時にオリンピックをやってる場合かと本当に思うんですね。次お願いします。ちょっと時間がないのです。何年か前に なってしまいますけど、 IAEA が郡山市に来まして国際会議を開きました。その時に IAEA 何しに来るのということで、原発ラネクシマンの女たちが抗議行動しました。その時の何ていうか、私たちの主張は、私たちを抜きに福島のことを決めてくれるなと、これは障害を持つ仲間がこれに行こうということで、まあ、なかなかいいなと思って、それに使ったんですけど、ある意味でその当事者を抜きにものを決めてくれるなっていうことは、全ての多くのところでそのまま当てはまる言葉だなと思っています。この度の住宅の補助打ち切り問題でのね、その避難者の方々の意見を全く無視して決められているんですね。何かにつけて住民無視、当事者無視の政治がなされています。次お願いします。帰れ、IAEA、果敢な戦いをやりました。はい、次お願いします。IAEA が一つはですね、そのとてもIAEA の問題だと思っていることの一つはですね、そのやっぱりエイトス問題、もしさんご存知だと思いますけれども、放射能を放射能は勉強すれば大丈夫だ、学習すれば大丈夫だということを非常に巧みに地域のちょっとだけ先進的なリーダー的な人をうまく使ってですね、その地域にそういうさまざまな学習会やら講演会をくまなくやっているということなんですね。それの、具現化っていうか、もっとバチッとやったものが環境創造センターではないかなと私は思ってるんです。これ
昨年の12月でしたか、私たちはずっとこのことについて反対していたわけですけれども、できてしまいました。これが下の写真です。ここではですね、一応県の施設ですけれども、 IAEA との協力プロジェクトとしてきちんと位置づけられています。でこれは、要するにここで勉強すれば立派な物理学者になれるよあるいは、細野は勉強すれば怖くないんだよということを子どもたちに教えるための施設だと私は思っています。昔教育直後っていうのがあったそうです。それの現代版放射線教育直後ではないかという問題意識を持っております。次お願いします。私たちは決して何もやらないで手をこまねいているわけではありません。さまざまな人がさまざまなことをやって頑張って抵抗しています。これはですね、最初原発事故直後にですね、旧元になりました福島原、なんだっけ、集団疎開裁判の会というのが東京の柳原さん弁護士なんかを中心に立ち上げられて、その後、当時はすぐにとにかく急遽立ち上げたということで仮訴訟というらしいんですけど、今本訴訟正式裁判として脱被爆実現ネットの方が裁判を起こしてくださっています。次お願いします。あるいはまたさまざまな被害者が立ち上がっています。被弾電ですね、被弾電、それからちょっと私もよくわからないぐらいにいろいろできていますね支援団とか、そこら辺なんだっけ、原発事故被災者連盟、あ、これが被弾です。すいません、その組織がどんどんこう、なんていうか、手をつないでですね、大きくなっているということはあります。で、この、もっと最近、明日か明後日ぐらいですね、ちゃんと早く裁判しなさいということで、実際前の行動もあったりします。次、お願いします。女たちもまあいろいろやってきましたということで、ハンストやら警察署前でいろんな白いタイベックスっていうんですけど、抗議行動したりしました。次お願いします。これは台湾のですね、台湾の右下の方にちっちゃい島があるんですね、蘭屿島っていうところなんですけど、そこにちょっと行かせてもらったことがありましてですね、そこでの写真です。やはり波打ち際にその貯蔵所、そのあれ廃棄物の貯蔵所ですね、あるんですね。どこにも津波が来たらどうすんだべというような、津波にさらってほしいのかなと、さっきのドローンじゃないですけどあれと同じようなことで、台湾の人たちも実際そのことを心配していた。ところが台湾やりましたね。この1月ですか、立法院、その国会なんですけど、国会にあたるところなんですけど、そこで脱原発を決めました。これは運転延長や 新規の再稼働、新規の稼働を認めないということで、2025年までに脱原発を実現するための新しい画期的な法律、台湾の人たちは本当に元気だ、そして若者が多いなという、日本と比べてもここが違うというふうに印象を持ってきたんですけど、本当に元気に明るく原発反対やってました。次お願いします。これはその時の、もらってきた写真の一つです。貯蔵所の中はどういう状況かって、これこういうことなんですね。地域の人たちは缶詰工場だというふうに長い間知らされていたそうです。ところがどこに中はこういうことで、白血病その他がんの住民の中で、ね、多発しまして、これは何だということに なったんですね。そういう歴史があります。次お願いします。これは一番新しい写真です。2月14日住宅支援打ち切るなとして県庁に集まった時です。
次お願いします。これは仙台原発、写真的にとても綺麗ですね。もうあれは15年の秋になりました。次お願いします。この赤爪の写真を私よく利用させていたんですけど、近頃はなんかちょっともうくたびれてっていうか、世の中じゃないこんなうまく福島行ってないよって感じがしてですね、これもちょっと古いからそのまま持ってきましたけれども、このようになっていないんです。福島は子どもたちを守れていません。大人の手が出ていません。まあそういうことで、パワーポイントこれで終わります。すいません。パワーポイントは3分の1ぐらいでやめようかなと思ったんですが、おついつい長くなっちゃう。どこは福島は本当にいっぱい、本当に、もうぐちゃぐちゃですよね、はっきり言って。まあその中でも特に今住宅支援打ち切りの問題を今日は特に言いたいなと思っていますので、そこをちょっと話したいかなと思います。住宅避難者、自主避難者と呼ばれる方々がですね、私たちは自主避難者なんかじゃないよと置き去りにされたんだと言っています。このことの意味を一緒に考えたいと思います。福島に置き去りにされたんだと、逃げたいけど逃げられない。では私たちがその避難者の言葉ですね、いくつか拾ってきました。甘い気持ちで避難してるわけじゃないよと、まだ汚染があるから帰らない、帰りたくない、帰りたいけども帰れないんだよと言ってるわけですね。避難を認めないのは本当に頭にくると言ってます。本来ならば福島県が国に無償提供を継続してくれと申し入れるべきでしょ。それが福島県知事はやっていません。全くやっていない。各地で市民団体が一生懸命こう動いてくださってですね、いろんな意見書が県や国に寄せられています。本当にありがたいことです。それにもかかわらず福島県は動かない。この間、このさっきの14日です、バレンタインデーですよね。その時に福島内堀知事はいたんです、そこに。そして女性団体からバレンタインのチョコレートを山ほどもらった。だけど私たちの陳情請願には顔を出さないどころか、県庁の職員を私たちの目の前にバッとガードマンのように貼らせて、一言も何もない姿も表さない、まあ、そういう状況でした。若いママが言ってます。避難者、私たちは避難先でのんびり暮らしたいわけじゃない。子育てや仕事に追われています。私たちの当事者の声をもっともっと広く届けたいですよ。当たり前でしょ。どこにでも行きます、話します。その代わり子供の食事を用意してくれますか。仕事を休んでもいいようにパート先と交渉してくれますかと泣きながら訴えています。そもそも彼らが避難したのは原発のせいです。原発事故のせいです。放射能が降りたからです。降り注いだからです。ふるさとが汚染されたからです。しかし、この国に被爆のリスクから逃れる権利は残念ながら全くない。
はい、それでこの14日以前にも何回か県庁に抗議行動がありました。で自民党がさまざまなその自民党や公明党の部屋にちょっと行ってですね、なんとかしてくださいっていう、まあ、手書きしていくんですけれども、自民党の幹部はですねこういうことを言いました。勝手に逃げたくせになんだと。これを聞いたママは泣きました。で私はたまたま公明党の方に行かされて参ったんですけど、公明党 らしいですね、福島にはたくさんの被害者がいますからねと。それで言葉を濁しただけです。まあそういう状況で、ですね、避難者の方々は本当によく考えて明確に問題を指摘してくださっています。原発被害を可視化しているのは私たち被害者の存在だと。避難したくてもまだできない人たち、この人たちの道、この人たちへの道を閉ざすものでもあると。県内にいる者にとって健康に生きる権利、被害を訴える権利を侵害されていることにもつながりかねないと、そういうような発言もしています。で、まあ、各地の取り組みはちょっと省略、時間がないので、とにかく国や県はですねなすり合いですね。無責任体制も本当にいいとこです。災害救助法に基づく応急の実施主体である都道府県に下駄を預けようとしているのが国です。そしてそれ福島知事もあの通りの対応です。ここでいくつも裁判が進められていますけれども、とても重要な裁判の一つだと思っているのは京都でなされている訴訟ですね、12月24日にありました。ここで崎山久子さんがその光州被爆その限度は1ミリであって、それを超えることはダメなんだと、超えることが容認できない線量が1ミリなんだとはっきりと証明してくださっている。それからチェルノブイリの例で言えばですね、5ミリ以上は強制的な避難区域であり、1ミリから5ミリは避難の権利があると、避難の権利が与えられる、つまり希望すればさまざまな保障付きで避難できると。福島市にしろ郡山市にしろ大きな町です。30万人20万人、これが避難の権利を与えられる都市に当たります。天皇部員の例で言うならば、それから2月18日っていうか昨日の裁判はどうなったのかな、ちょっと新しい情報まだ新聞見てないんですけど、やはり崎山さんが京都に行ってね証言されてる、その停戦で被爆の問題ですね、これが争点になって、健康にどのような影響を与えているのかについて非常に大事な裁判だと言われています。皆さん帰ったらちょっと調べてみてください。オリンピック皆さんどう思います？
IOC ですね。 IOC は福島の食材は使うなと言っているそうですね。まあ当然です。しかし福島県庁では、福島県庁、私もそこ安いので、その抗議行動に行ったついでに皆さんでそこによく行くんですけど、と最初の頃はあの食材は福島県のものを使っていなかった。ただ徐々に福島県産が増えてですね、今米は福島産だと明記してあります。そして県庁でゼロベクレルということを言っています。しかし県庁では大人たちはゼロベクレルの米を食べる。しかし普通の学校ではどうですか、100ベクレルまでいいと言ってるわけですよ。まったくふざけんじゃねえよっていうことですよね。あの脱被爆裁判で、お母さん、若いママがそのことを泣き泣き訴えていました。100ベクレルってどういうことなんですか。本当にあの細かいこと言っていっぱいあるんですけれども、それからいじめの問題ね、呆れるというか、タイヤに、車のタイヤにガビを置く、ドアになんか嫌がらせの張り紙をする、生ゴミを玄関先に置く、金を持ってこいという、アパート借りられない、保証金もらってるんだろうと言われる、売金扱いされる、こういうことがいっぱいあります。事故直後から聞いています。しかしそこに今心ある人々はですね、放射能をちゃんと理解しましょうよというような形で地域で小さな学習会みたいなことをやってくださっている方ももちろんあります。しかしその先がちょっとなっていうことがあるんですよね。福島産の大豆を使って味噌を一緒に作りましょうって、ちょっとなあ、その大豆ちゃんと測ったんでしょうか。もしかして100ベクレルまで大丈夫ということを言ってるんじゃないでしょうね、などと私はやっぱり思ってしまいます。大人が間違った知識を子供に植え付けているから子供がいじめをするんです。当たり前です。全ては国の無責任体制から来ています。ハンセン病や水俣っていうのがありました。国策というものは本当に非常です。一度決まったらなかなか変えられないみたい。私あの沖縄との違いのよく思うんですね。沖縄に学ぶって簡単に言っちゃうこともあるんですけど、沖縄との違い、やはり沖縄との違いは住民が住民を差別するってことは、間違った情報というものがまあ沖縄の場合あまりないですよね。共通の課題としてアメリカの基地が悪いんだというのがある。だから放射能は厄介なんですよ。その点安全安心キャンペーンが圧倒的な時にやっぱりあの間違った情報をあの仕入れてしまうと、そこに差別が簡単に出てしまうんですね。じゃあ沖縄に私も何回かちょろっと行きましたから、沖縄ももちろんひどい状況だね、あの海を汚してしまう、もちろんひどい状況だけど、なぜか元気もらえるっていうかね、元気にやってますね、友達もいるんだけど。で福島の場合はどうなんだろう、なんだかもう本当にっていうようなことも感じてます。だからもう全てを解決する決め手っていうのはもうまあ私はよく分かりませんけれども、一つは日本版チェルノブイリ法っていうのがあったらいいなと思うんですけどね。これはちょっとあの今日来ておられるあのミッサさんにもちょこっとお聞きしたいなと思ってます。この辺の可能性っていうか、なんでできないんだろうな、などということをちょっと聞きたいな、などと思いました。
からもう一つはですね、この間このノーベル文学賞をもらったスベトラーナ・アレクシェービチさんの本を改めて読むこともあってですね、これやっぱりまたすごい本だなと、これ個人的な印象もあれなんですけど、ですね、まあ広川さんもとてもいい本だって言ってますけど、やはりで私もそんなにはいっぱい読んでるとは言えませんけども、やっぱり最良の本の一つではないかなと思っています。どういうところがいいんだっていうちょっと一言であれ なんですけれども、やっぱり 彼女は300人の取材をしたそうですね。300人の市民の取材をした。そしてあの本の中に最初と最後に出てくるのは、その最も過酷な状況を表した妻たちの証言ですね。最初と最後にそれをやってで、人間の体が生きたまま崩れていく高レベルの放射を浴びてですね、でその様子を過酷に妻の言葉を借りて表現してるわけですね。で、まあ、つまり、何を言いたいのでしょう、私は避けないで書くというですね、避けない、物事から逃げない。そこで思い出したのは、日本にもいい本がありますよね。これは世界にもあるんでしょうきっと。例えば水俣の句会浄土、あれをすぐ思い出しました。悲惨な状況をずっと書く。しかしその驚くべきことにですね、そこを通して人間の尊厳や良心や生と死、他人を思いやる心、そういうものが出ていると思います。さて、私たちはチェルノブイリから、そして福島から何を学ぶんでしょうか。何を私は学べばいいんでしょうか。時間の問題ですが、最後に、最後の最後に女たちの 3.11 を紹介させてください。原発でない福島の女たちは3月11日必ずその日にやってきました。行動をしてきました、3月11日、原発の翌年からやってきました。まあ細々とですが必ずやってきました。フォーラム計算だとは土曜日曜にやって、それは大きな集会になっております。女たちがまたやりますのでぜひ来てくださいということなんですけども、見えない蛇に、見えない白い蛇にあなたたちは噛み続けられているんだよとクリス・バーズビーさんがおっしゃった。それで私たちが噛み続けられながら6年目を迎えます。事故直後郡山でもデモを やるべと提案してやりました。そのことが白熱の議論がありましてね、やった方がいいのかどうかですね。つまり被爆するし、そんなことやったら大丈夫だよっていうふうに受け取られるかもしれないというような意見もあって、それはそうです。でこの議論はですね、まあ、ちょっと保留というか、正解は分かりません。いろんなことがありすぎます。正解は今でも分からない。そしてアレクセイビチさんはですね、新しい感覚の歴史を私確保して苦悩と言ってもいいかなと思うんですけど、新しい感覚の歴史が始まってしまったと、私はこの言い方はちょっと分かるんですね。しかし福島県内外ではその何ていうか、この点でちょっと距離感があるのかなと思ったりします。それ
物理的な距離にあれば当然ですけれど、福島はですね、放射能がいつまで福島で本当の暮らしっていうのがあるんだろうか、本当の喜び、本当に幸せっていうのがあるんだろうかと、やっぱりこういうことですね、新しく私の理解では。で、逃げない、逃げられない一人一人の数だけの言い訳があります。本当は逃げた方がいいのにって当たり前です。だけどいろいろな言い訳、たくさんの言い訳があって、ことはそう簡単にはいきません。しかしそんなことがありますけれども、まあ、はっきりしていることもたくさんあるわけですね。原発はもうやめようと、もうどうしようもないじゃないかと、再稼働はありえない、まあそういうたくさんとはっきりしていることがあるわけですので、とりあえず今できることを誠実にやっていこうと思っています。ちょっと時間が、ありがとうございました。たくさんあると思います。それで短い時間の中でちょっと無理してお話ししていただいて、どうもありがとうございます。それではですね、続いてFOE ジャパンの満田環奈さんからの報告です。黒田さんの本当に心のこもったお話ありがとうございました。聞いていまして、本当にそうだなと思って聞いていました。最初の方で出てきた5月23日の、2011年の20ミリシーベルト撤回の文部科学省法院、実はあれは私たちが主催したもので、私にとってなんか自分の活動の原点だなと思って、本当に胸が迫る思いでした。でおっしゃる通り、本当に20ミリシーベルトを、まあ、学校の使用の限度にして、その後避難基準ともし、その後帰還の基準ともしているんですね。あれを突き崩せていないというのがこの問題の大きな問題の一つかなというふうに思っています。あともう一つ私思い出したのが、私も実はちょっとだけなんですが、福島駅前でチラシ巻きしたことがあるんです。2013年とか14年だったと思うんですが、それはなんでチラシ巻きしたかというと、子どもたちの甲状腺がんがどんどん数が増えていって、でかつ受診率がなんかちょっと低くなってきたんですね。でみんなやはりそのメディアでなかなかこう知らされていないという部分もありまして、ちょっとチラシ巻きやってみようよということで福島駅前でやりました。そしたらすごいびっくりしたのが、大抵の人はこう受け取ってくれるんですが、受け取ってこう読んでくれる人もいるんですが、ある人がなんか受け取って読んだ後に我々の前に来て、それをピーって破ってこう叩きつけて去っていった人がいるんですね。でそれだけにやっぱりその被爆問題を福島の中で言うことの何というか、微妙さというか、すごくこうある意味言ってほしくないことなのかなというふうに感じ、ただ私たちは淡々と福島県が発表している数字をそのまま表にしてたものを配っているので、そこまで怒りを示さなくてもいいんじゃないかという気もしたんですが、ただ本当にこう非常にこう微妙で複雑な気持ちでいる人もたくさんいるのかなというふうに思いました。じゃあ私の方からはですね、ちょっとかぶるところもあるかもしれませんが、帰還促進政策と住宅支援の打ち切りを中心にしてお話ししたいと思います。スライドお願いします。はい、ですね、今福島県は2020年までに避難者をゼロにするという A みたいな目標を掲げて、政策を進めています。で、これ避難者がどんどん減っているという一見喜ばしい状況にはあるんですが、その裏にはですね、やはり帰還促進政策、あるいはその避難している人への支援の打ち切りというものが大きくあるというふうに考えています。去年の11月の段階で8万3000人というふうに報道されています。だからこれは福島県からの避難者のみです。次お願いします。
で、あの国もこれを後押ししていて、国が掲げているその福島復興加速化指針という、復興という言葉を使っているんですね。でその中で、今年の3月までに居住制限区域、そして避難指示解除準備区域、この図でいうと、黄色と緑のところを、打ち切ろうとしています。でその1年後には、つまり来年の3月には、精神的な賠償を打ち切ろうとしています。次お願いします。で、あのどんどん避難区域が解除になっていって、で最初その20キロ圏30キロ圏と広がって、あと2011年の4月には計画的避難区域、そして6月とかには特定避難勧奨地点などの避難区域を設けられたわけなんですが、今右側の図のようにどんどん打ち切りになっているのが現状です。次お願いします。で政府側が言う、解除の要件として3つ挙げています。年間積算線量は20ミリシーベルト以下になることが確実であること、インフラが復旧していること、県市町村市民との十分な協議で、1に関しては、公衆の被爆限度の20倍もの値、そして放射線管理区域の4倍もの値であって高すぎる、3に関しては実際問題住民と協議なんてしていないんじゃないかと、説明会はしていて住民が解除は時期尚早であるということを言っても、十分ご理解いただけましたというような形で、今まで丸めてしまって打ち切ってしまっているのが現状なんですね。次お願いします。で、これは政府自身がやっている帰還に関する意向調査なんですが、多くの住民が戻らない、あるいはまだ判断がつかないというふうにしています。でこの戻りたいとおっしゃっている方々もいつかは戻りたい、そういうような人もかなり含まれています。次お願いします。で解除されても帰還率は高くないです。田村市は少し例外なんですが、田村市はその田村市全体の一部が避難区域指定さでそれが解除されたという状況なんですが、奈良派勝田を川内南相馬などでは、奈良派では 11% しか帰っていませんし、勝田大村に至っては 9% しか帰っていない状況なんですね。 ですから本当に空き家が多くなってポツポツとしか人が帰っておらず、この後も話しますが高齢者の方しか帰っていない、そういった状況にあります。次お願いします。で飯舘村でお話を聞きました。で要はその飯舘村の仮設で暮らしている人たちにとってもはや避難生活は限界だというふうに感じていらっしゃるようです。で、若者たちは避難先でそれぞれの生活を始めたと。で帰るのは高齢者ばかりで体も動かなくなるだろう、村としてのその形というものが維持できるんだろうかというふうに大変不安に感じていらっしゃいます。次お願いします。で富岡町は、今年の4月1日に避難指示が解除されるということを町が受け入れたという報道が先日されていました。で富岡もですね、とはいうものの説明会では慎重意見とか反対意見は非常に多かったんですね。そして先ほどの意向調査でも、帰還すると言ったのは14% に過ぎませんでした。でしかもそのこの意向調査の回答率っていうのが5割切ってるんですね。 46% ぐらいで、その中の 14% が帰還する、でその中にはいつか帰還するという人も含まれています。ですからそういった状況でうち避難指示を解除するという、しかもその避難指示を解除することに賛成ですか反対ですかという意向調査はやっていないんですよね。だから先ほど黒澤さんがおっしゃったように当事者なしに打ち切りが決まってしまった というのが現状です。で富岡311当時の人口は1万6000人だったそうなんです。で今の人口は1万3000人ぐらい、1万4000人ぐらいで、避難先はいわき市、そして郡山市、あるいはその全国北海道から沖縄まで避難されているそうです。
で、そういった中で果たして何人の人が帰るのか、ある人はいや1000人も帰らないんじゃないかなと、ひょっとしたらその、作業員の方が多くなってしまうかもしれない、高齢者と作業員だけの町になってしまうかもしれないということをおっしゃっていました。次お願いします。で、富岡から避難していらっしゃる方、郡山に多く住んでいらっしゃる、いわきと郡山に多く住んでいらっしゃいますが、何人かでお話を聞く機会がありました。で、ある方はこの方は帰還するというふうにおっしゃっているんですが、その方はもう原発に反対してきたそうなんですね。で、先祖伝来築き上げてきたものを守りたいから帰還したいと、ただ後継ぎにと思っていた息子たちはもう帰還しないというふうに決めている。で、農業も続けられないと、農地は、太陽光発電の、企業に数十年間リースで貸してしまったそうなんですね。で、そういう状況でもうなんか帰っても景観もがらりと変わってしまって生きがいもないということをおっしゃっていました。で、あるお母さんは子供を育て上げるまでは当面避難は継続するというふうにおっしゃっていました。で、やっぱり占領が心配、これは絶対子供たちを置ける占領じゃないというふうに判断したそうです。で、あとはその福島第一原発が安定していない、いつまた事故が起こるかもしれないということをその帰還しない理由に挙げている人が大変多いです。で、あとその親の面倒を 見なくてはならないから帰還できない、もう避難して郡山である程度定着して、そこの医療機関に親がかかっている、 ですから帰還できない、そういう方もいらっしゃいました。次お願いします。で、繰り返しになりますが、これ富岡の、意向調査なんですが、戻りたいと、さっき14って言いましたが 16% ですね。で、この若い世代ほどこの戻りたいの率が少ないんですね。で、戻らないと決めているっていうのは30代が一番多くて 74.6%、 これすいません皆さんのお手元にはお配りしていませんが、復興庁のサイトで、帰還に関する意向調査って検索すると出てきます。次お願いします。で、しかもその帰っても一人暮らしまたは二人暮らしなんですね。だから高齢者のご夫婦あるいは高齢者の単身者が、帰っていくというようなそういった形になってしまいます。次お願いします。はい、ちょっと今がその続々と解除されようとしている、政府指示の避難区域の話でした。次にちょっとこう中通りの状況を見てみたいと思います。で、これ今年の3月女性自身に掲載された土壌汚染の、データなんですね。で、郡山市とか福島市とか、福島市伊達市などの、小学校の周辺の土壌汚染のデータなんですが、軒並み放射線管理レベルを超えています。放射線管理区域のレベルが4万ベクレルパー平米だそうなんですが、軒並み4万ベクレルパー平米は超えており、本宮、二本松、伊達市、県北、中通りの県北にあたるような地域で60万ベクレルパー平米以上、これはチェルノブイリ港で避難の義務ゾーンに該当します。土壌汚染はかなり深刻な状況です。次お願いします。ちょっとまた浜通りの方に戻ってしまうんですが、南相馬の、鹿島区原間地区の土壌汚染のデータなんですね。これ南相馬避難20ミリシーベルト撤回訴訟という、訴訟の関係で前回、法廷に証拠として提出されたものです。で、ここでは福市モニタリングプロジェクトという皆さんが大変努力して、測定をされまして、で、その結果196地点中194地点で放射線管理区域相当で、なんと50地点で40万ベクレルパー平米以上という、そういった結果になっています。この黒い、ちょっと見づらいかもしれないけど、黒いポチポチは
100万ベクレルパーベクレルなんです。ちょっとこうクラクラするような汚染の状況だということが分かります。次お願いします。そうですね、そして除染土がすごい大量に発生して、もう日中も3日もいかなくなっており、これをその8000ベクレル以下のパーキログラム以下の除染土を全国の公共事業で再利用しようなんて話が環境省が進めようとしています。次お願いします。じゃあちょっと数字的なものをもう一度振り返ってみましょう。福島からの避難者は、今8万3000人ぐらいで、県内が4万2000人ぐらい、県外が4万人ぐらいとなっています。でその中でその東京都への避難者が一番多いです。東京都の避難、県外避難者の中で東京都への避難者が一番多いです。で自主的避難者、自主的避難者、まあ、区域外避難者といった方がいいと思うんですが、あのテレビとか報道では自主的、自主避難者と呼ばれている区域外避難者の人たちが12,436世帯、人数ですると26,000世帯というふうになっています。次お願いします。で、この区域外避難者の皆さんなんですが、本当にこう子どもを守るために賠償もなく避難された人たちです。で、2011年12月に初めて自主的避難と対象区域なるものが設定されて、ビビたる賠償金を得ることができたんですが、もう本当にこうビビたるもので避難にかかる経費をカバーするものではないです。だからその区域内避難者の人たちある程度こうまとまって避難したので、コミュニティのつながりっていうのを確保できている、できていない方もいるんですが、できている場合がある程度多いんですが、この区域外避難者の方はバラバラとなんか逃げるように避難されたというようにおっしゃっている方もいて、孤立化してしまっている人も少なからずいます。次お願いします。で、本当にこう政府がビッと引いたこの年20ミリシーベルトの無情な線というのがですね、賠償の基準にもなっていて、この区域外の人たちはそういうわけで賠償は非常にこう少ない。本来であれば避難にかかる経費というのは賠償で支払われるべきなんですが、そういう状況になっていないのが現状です。次お願いします。次お願いします。でそうした中、今年の3月に災害救助法に基づく住宅支援の打ち切りというのが迫っています。次お願いします。ちょっとここら辺マニアックなので、ちょっと飛ばします。次お願いします。で、お金の流れとしてはこの災害救助法というのは避難先都道府県がひとまず負担して、それを福島県に請求して、福島県が国に請求して、で国が最終的には東電に請求するといった、そういった流れなんですね。で国が9割、福島県が1割程度負担しているんですが、東電に請求するということになっているんですが、なんかなかなか請求されない、東電は守られているという、そういう状況です。次お願いします。そうですね、繰り返しになるんですが、非常にこう区域外避難者の方々が置かれている状況というのが、こう非常にこう弱い立場にあると思います。で周囲が無理解なんですね。お前ら賠償をもらっているだろうみたいな、口に出すか出さないかは置いといて、すごく誤解も多くあり、無理解、勝手に逃げた人々みたいな、そういう、なんというか目に見えない、空気を負わされてしまっているということだと思います。でこれは国策が、人間のこう差がみたいなのもちょっとあるかもしれませんが、少なからぬ部分国策がそういう、何でしょうかね、加速させているっていうのはあると思います。次お願いします。で区域外避難者の人たちの声をこう聞いてみますと、もうとにかく必死で避難してようやく慣れてきた矢先で、再び引っ越しはしたくない、住み続けたいという方が多いです。で経済的にはすごく
苦しくて貯金を切り崩している、でシングルマザーで頼る人がいないとか、あるいはその家庭的にもその高齢者を抱えている、障害者を抱えているなどなど、まあ、生活の困難、家族の問題、疎外感、孤立というような問題が浮かび上がってきます。次お願いします。でこの方はそのある方は、東京都にお住まいなんですが、優先入居の仮斡旋に当選したんですが、まあ、今住んでるところから遠く離れていますし、またそのいじめが報道された時期だったということもあって、いじめが不安だと、今の学校で ようやくこう慣れてきたのに、転校したことによってまたいじめの似合うんじゃないか、そういうような不安を抱えていらっしゃって辞退されたそうなんですね。はい、次お願いします。でこの方はその母子避難されて、その後離婚されたという方がいます。で介護士の資格を取って子どもを保育所に預けて働いてきたわけなんですが、忙しすぎてその福島県の個別訪問にも会えていないですし、都営住宅にも申し込めていないということで、すごく困難を抱えていらっしゃる方もいらっしゃいます。次お願いします。はい、で先ほど日本版チェルノブイリ法というふうなお話があって、まあ原発事故子ども被災者支援法2012年6月に制定されたんですが、その制定された当時は日本版チェルノブイリ法になることが期待されていたんですが、残念ながらそのまあ理念法であったということもあり、そして官僚たちが極めて巧みに革新犯的にサボタージュしたということもありまして、動いていません。でただ法律は法律で、その中に書いてあることは行政も守らなくちゃいけないんですが、要はその被災者一人一人がそのいろんな選択を自らの意思によって行うことができるように支援しますよとか、まあ、国の責任ということが書かれているんですね。国がその原子力政策を推進してきたに伴う、社会的なというのがちょっと微妙ですが、社会的な責任を負っていることに鑑み、被災者支援を実施する責務を有するというようなことが書かれています。次お願いします。で第9条には住宅の確保に関する施策みたいなことが書いてあるんですね。みたいな、やってないじゃないかということを思っちゃうわけなんです。次お願いします。でやってないでしょと国に問い詰めてみますと、いやいや、やっていますっていうふうに答えて、何をやっているのかというと、公営住宅への入居の円滑化とかね、いうんです。これ2013年に制定されたんですが、基本方針というところに書き込まれたんです。その公営住宅に入るのに、その公営住宅に入るもともといろいろな要件を、例えば住宅困難要件っていうのを緩和して、避難者であれば住宅困難だということにしますとか、収入要件も、緩和しますというようなことを言っているんですが、じゃあこれがためにこの、公営住宅に入居できた人何人いるんですかって聞いてみると、いや分からないんですというような、要はなんか施策は作ったけど、それを実際利用できるものなのかどうか、避難者の人たちがのニーズに合ってるかどうかなんてことは気にしてないんですね。実際これがみんなが使えるものかどうか気にしていないというのが現状です。次お願いします。で福島県もその打ち切り、現行の住宅提供を打ち切りますと発表した後に、それをなだめるかのようにね、家賃を補助するって言ったんですが、最初の1年、2017年から18年3月までの家賃が1月あたり最大3万円、次の1年間の家賃1月あたり最大に2万円補助します。これはその民間住宅を借りている人に対しての家賃補助です。
で収入要件もあったんですが、ちょっとこれは被団連の皆さんなんかの粘り強い交渉によって収入要件は若干緩和されています。ただ東京で1月あたり最大3万円、最大2万円、そして3年目はゼロという状況で、果たして、子供を抱えるお母さんが安心して住めるでしょうか。私は住めないと思います。次お願いします。で、また移行調査はたくさんやってんですね。移行調査やるならそれを活かしてほしいと思うんですが、移行調査を福島県がやっていて、でその福島県がやっている去年の6月に発表された移行調査を見ると、県外避難者の5割以上が避難継続を希望し、さらに 77.7% が、2017年4月以降の住宅が決まっていないという衝撃的な結果が出ているんです。それなのに住宅提供を打ち切ったというのがすごいなっていう思うんです。でその後個別訪問を繰り返して、この 77.7% はどんどん下がってきていますっていうふうに最近言っているんですが、本当だろうかっていうね、なんか私たちがこう聞いていて実感している数字と彼らが今何て言ってるかというと、ある程度確定が約3割、未確定の人は1割しかいませんよっていうふうに言ってるんだけど、本当なんだろうかっていうのが実感です。でこれが例えば本当にしたとしても、その避難者の人は個別訪問を繰り返されて、ある意味決断を迫られた、ね、決めろ決めろと、どうするんだどうするんだって言われて、なんか疲れ果てて、ある程度決まりましたっていうふうにしちゃってんじゃないかというふうに思っています。次お願いします。で、そうした中、各地の自治体が人道的な視点から、独自の支援策っていうのを打ち出しています。で例えばその現在 の公営住宅に入っている人は、この無償の入居期限というのを延長しますよと言っているのが北海道、札幌市、京都府などなどです。あるいはその新たに公営住宅の無償提供しますよというのが山形県など、でちょっと微妙な部分を含んでいるんですが、公営住宅 その優先枠専用枠を設定しますよ、ただし有償ですよというのが東京です。引っ越し費用の補助をしますよというのは秋田県、山形県、新潟県、家賃補助、新潟県、沖縄県、沖縄県が結構偉いなって思っていまして、私は沖縄県結構避難者を当初から受け入れてきて、そして家賃補助、なんか家賃補助かっていう思う人もいるかもしれないんですが、特にその民間賃貸住宅に住んでいる方にとってはすごくありがたいらしいですね。それをその沖縄県が しっかりやっているというのは沖縄県偉いなと思っています。次お願いします。で、埼玉県はですね、埼玉県は吉田千也さんなど、支援者の皆さんも入って、その避難者の人たちが県議さんをこう回って、かなり早いうちから条例を改正させて、自主避難者が誰でも応募できるようなその公営住宅の、枠というものを準備させました。であとはその県が管理している以外 その市町村会議とか宅建協会にこういった県の方針を伝えて、追い出しをできるだけしないように通知しました。結構この追い出し問題深刻かもしれないです。なかなかこう、統計的には出てこないんですが、ちらほらととんでもないような圧力がかかっているって話を聞いています。民間賃貸もその大家さんによっては快くどうぞ借り続けてくださいっていうところもいますし、その大家さんによってはなんかちょっと言いがかりとしか思えないようなことを言い出して、
なんというか、継続して住めないような状況に置いちゃうようなところもあって、ここら辺がきめ細かくちょっと調査した方がいいかなと思っています。次お願いします。で、東京都はですね、一番避難者が多くて一番まずい、なんというか人口も多いですし、非常にこうみんなが孤立しやすい、これは避難者に限らずそうだと思うんですが、そういった都会だと思うんです。そしてなお言うならば、私東京都民なんですが、東京都って原発事故に関しては本当に加害者責任があると思っているんですね。そして東電の株主でもあり、その福島第一原発の電気を首都圏で使ってきたということから、東京都には率先してもう全国に範たるな被災者支援をしてほしいんですが、で一応やったんです。一応その300個用意したんですが、ただなんかすごくこうきちきちとこう世帯要件とか収入要件とか決めて、逆にそれがその避難者の人たちの何でしょうかね、新たな分断線引きみたいなのを生み出している面があります。で、要件を満たした応募者数が192世帯で、そのうち25世帯は辞退したそうなんですね。ということで、今東京都に同意をと、小池さんに、新しい知事が小池さんになって、なんとか小池さんにアタックできないかみたいな話もしていますが、そんな状況にあります。次お願いします。で、去年の7月、避難者の方ですとか、あるいは政教関係者なんかが集いまして、避難の共同センターというものを立ち上げました。で、避難の共同センターとして、まあ、その今まで実はこう私たちこう国に対してピーチクパーチクというか、ワーワーワーとこう言ってきたわけなんですが、ちょっと限界を感じたというのもありまして、よりきめ細かいその避難者とのつながりとか自治体への働きかけということを目指して、こういったセンターを作りましてやっています。明日実はそのこの避難の共同センターによる政府交渉とかもあり、千葉県なんかでも交渉して、千葉県、東京、神奈川なんかで交渉をしようとしているところです。ちょっと首都圏の人間が多いので首都圏に偏りがちではありますが、こういう形でやっています。次お願いします。突然話が変わります。突然話が変わりますが、黒田さんのお話にもあったように、福島のその子どもたちの甲状腺がんが一番最近の去年の12月27日の発表で、甲状腺がんまたは疑い含めて183人、手術して確定したこの数は145人という数字です。でちなみにこれ福島県県民健康調査というところでやっているんですが、1巡目と2巡目があって、彼ら1巡目のことを先行調査、2巡目のことを本格調査っていうんですね。でなぜかというと、1巡目では甲状腺、放射線被曝による甲状腺 の影響は絶対出ないから、これがその事故前の数字なんだと言っているんですね。ちょっと意味不と私は思ってるんですが、ですから福島県内 の民放とか民友とかはこっちの数字を報道するんですよ。甲状腺がんの子ども44人にとか、そういうこの表の中でこの数字を報道して、朝日新聞なんかこの数字を報道したりして、なんか報道によって点々数字がバラバラなのはそういうわけなんです。だからなんかこういう一覧表にして報道すべきなんじゃないかと思うんですね。で状況はすごく深刻なんですが、さらに深刻なのはこの2回目の検査で、この68人の子どものうち、前回1巡目の検査で、基本的に問題なしと言われた子が62人なんです。つまりこの前回だ基本的に問題なし62人が2回目の検査で、引っかかってしまった。で中にはその、腫瘍径3センチを超えるような大きな腫瘍も見つかっています。
次お願いします。あ、ここですね。だからこの県民健康調査の中に清水さんという、甲状腺の外科の権威がいるんですが、その方も驚いていて、2年間で、ここまで急速に、大きくなったのか、本当に前回見落としなかったんですかって何度も聞いて、福島県立医大側、いや基本的にないはずですっていうふうに答えていました。次お願いします。あ、もう一つちょっと戻ってください。で、あともう一つこう、その清水先生が注目していたのがこの男女比ですね。男女比で、甲状腺がんって圧倒的に大人の甲状腺がんは女性が多いんですが、この福島県県民健康調査では結構その比率がその通常に比べて男性が多いということになっているので、これもすごく注目していました。次お願いします。で、ちなみに福島県の 18歳以下の子どもたち、今その県民健康調査の対象になっているのは約30万人なんですが、2010年時点で18歳以下の甲状腺がんの有病者数っていうのは必ずしも自覚症状がなくて、まだ発見されていないけど潜在的に持っているという数を含めて 2.0 人だというふうに推計しています。つまり、今生じている甲状腺がんっていうのはこの90倍ってことになりますよね。で、次お願いします。で、これはその県民健康調査委員会も認めていまして、ちょっとまどろこしい言い方なんですが、我が国の地域がん登録で把握されている甲状腺がんの罹患統計などから推定される有病数に比べて数十倍の多だろう、うん、まあこれ2年ぐらい前、あ、2015年5月なのでこの時点での話なんですが、数十倍の多だろう、つまりそのスクリーニング効果、つまり検査したから見つかったんだっていうようなことが言われてきたんですが、有病数ってことを使っているってことは、要はスクリーニング効果を加味しても多発しているということを県民健康調査委員会としても認めていることになります。次お願いします。で、あと、その症例ですね、これ1巡目の子どもたち、96人のこの症例なんですが、リンパ節転移とかが非常に多いんですね。リンパ節転移とか甲状腺外浸潤という甲状腺をはみ出してこう広がっているような、症例とか、あるいはその肺転移など遠隔転移が多くて、その3つのいずれでもないっていうのは 8% のみだっていうことを、執刀されている鈴木真一というその福島県立医大の先生が発表しています。次お願いします。で、こうした中、民間でも、取り組みが始まりました。311甲状腺がん子ども基金というものが去年の9月に発足しました。で、実はその去年の1月の段階からこの問題に関心を持つ何人か の市民とか専門家で準備会合を重ねて、で武藤瑠衣子さんとかにも来ていただいたり、いろんな方に入ってもらって、議論して、最初は甲状腺がん110番というその甲状腺がんの子どもたちのための、あるいは家族たちのための相談センターを作ろうかっていう話から始まったんですが、いや、なんか状況を聞いてみると非常にこう経済的に追い詰められている、家族が多いようだということで、基金として発足して、この今これ崎山さんと海戸さんがパネルを持っていますが、このオレンジの東北の広い範囲の、岩手から静岡までですねの、都県の、子どもたち、今年4月現在で25歳以下の、青少年の甲状腺がんの子どもたちに療養費を給付しよう、そういった活動をしています。次お願いします。で、今まで
で2回給付しました。今まで2回給付して、ごめんなさい、これ第1回の給付の数しか書いていないんですが、あの2回目もまとまっているんですが、いろいろ重要なことが分かってきました。で、ハイテニーしている子が多いです。で、福島県は数、実はその、全面広告を、福島民報に全面広告を出したので、その宣伝効果もあって福島県からの申請がすごく多かったんですが、他 の、 あの県からも申請がありました。次お願いします。で、あの福島県 の、 あの例で県民健康調査、つまり県がやってる調査では見つからなくて、自分で何か変だぞと思って自主検診、あるいは不安だから、あるいは県立医大が信用できないからということで自主検診して甲状腺がんが見つかったケースがありました。で、あと福島県外の、申請された方の症例なんですが、やっぱりその自覚症状が出て初めて受診したためか、発見が遅くなったせいで腫瘍径が大きかったり、肺転移したりと、その重症化している例がありました。で、福島県内に戻りますと、かなりこう手術を待つ期間が長かったり、経過観察が長かったり、あと2回目の給付例では再発している、あの再発例という例が見られました。で、県外を通じて甲状腺がんであることをすごく外部に知られることを恐れていて、本来であれば、原発事故のせいかもしれないのに、なんか それがゆえにだと思うんですが、多分差別を恐れてそのことをすごく秘密にしている、そういった状況にあることが分かりました。次お願いします。はい、そういうわけで、私たちとしては被害者の声の可視化ですとか、ネットワークを作ったり運動を作ったり政府交渉をやったり、まあ、いろいろな形で発信しています。ただその政府を変えるっていうのを、政策を変えるっていうのを当初目標にしてきたんですが、ちょっと残念ながら大きな壁にぶち当たってですね、どうしたらいいものやっていう状況であるんですが、まだ諦めてはおりません。政策を変えるのが一番だと思っています。で、あとそのちょびっと、やっぱりちっちゃいところのちょびっとずつではありますが、被害者の支援というのを他のいろんな人たちと一緒になってちょっとずつ進めているところです。次お願いします。で、最後に私たちに何かできるかなということを考えてみました。もちろんその国に対しては引き続き求めていくと、災害救助法に基づく住宅提供の期限延長をしてくれと、するべきだと。で、それから抜本的な原子力災害か、被害者の法制化、だから私が所属している原子力市民委員会っていうのがあるんですが、そこでもその先ほど黒田さんがおっしゃったような、この被災者支援法では本来 目指していたんですが、包括的なその、健康被害とか、あるいは、原発事故の被害者の保障を行うような法律を立法化するべきではないかという議論を今しているところですが、そういうのをやはり我々一人一人としても求めていくのかなと。で、あと自治体ですね。自治体に対して自治体議会に意見書を採択してくれ、もう陳情とか言うと遅くなってしまうかもしれないんですが、議員にもダイレクトに議員提案してくださいということで言っていくのかな。で、その中に避難者の実情ニーズの把握とか、現行の公営住宅の期限延長とか、優先額の設定、民間賃貸 についてのサポートを言っていくのかなと。で、もし費用がかかるんだったらそれは東電に求償してくれと、東電に請求書を出してくれと。先ほどその費用の話がありました。全く賛成です。今、その廃炉、そして除染にかかる資産というのはどん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 膨れ上がって 21.5 兆円にまでになって、
かつ、その部分の廃炉に関わる分は我々の電気料金にを通じて回収できるような仕組みを経産省は作ろうとしています。でさらにその去年の年末に閣議決定された復興加速化指針の中で、帰還困難区域については今後5年をめどに復興拠点を作っていくと、そういうことを閣議決定してですね、帰還困難区域ですよ、さっき あの赤いところです、真っ赤なところです。で今その周辺解除していて、さっきも言ったようにそこにはもう1割以下の人しか帰らないし、高齢者だらけになってその人たちの生活はじゃあどうするのかというような中、今度は帰還困難区域に復興拠点を作るっていうふうに言っていまして、でそのための除染は国がやると、東電には請求しないっていうふうに言っています。明らかにお金の使い方間違っていますね。この区域外避難者というか、この区域外避難者も含めて避難者の住宅提供って1年にかかるお金は80億円だそうなんです、ね、ちょっとレベル違いますが、その安倍総理がコミットした海外の ODA の額とかね、すごい額なんですよ、ちょっと忘れちゃいましたが、なんかそういうことと比較しても明らかに私はお金の使い方が間違っていて、この原発事故に関しては本当に一人一人の人のその生活に向けられるべきお金が箱物除染、ゼネコンが設けるための政策に使われてしまっているのが現状だと思います。まあ、そういったことを市民一人一人で発信していきましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは10分間休憩してですね、その後皆さんからのご質問を含めて討論をやっていきたいと思います。大会が集まるとすみません。2020年に避難者ゼロにするという政策がいただいているという民間の方法に関しては、これはどういう文献というか方針として政府にやっているというのか。はい、福島県の、総合計画というものの中に2020年までのいくつかの指標が書いてあって、その中に避難者についてはゼロというふうに書いてありました。ただ、はい、ただ絶対無理ですよね一体何を考えてそういうのをそういう数字を上げているのがちょっとよく分かります。その避難者だけではなくて、僕ちょっと気になったのは2020年ってものすごくいろんな区切りで決断の感染問題だけではなくて、政府全体がすごくいろんなことの区切れ目に使っているとするんだったので、とりあえずそこに合わせたっていうようなことなのかもしれませんが、その被害者全体以外にはどんな指標が20年であるのか、その総合計画の中に。すみません、ちょっと私そこだけ着目してのですみません思い出せないんですが、福島県の総合計画というのをご覧になってたので、2020年を選んでいるのはオリンピックの年だからかなというふうに思っています。はい、他にもご質問の方、ぜひせっかくの機会ですから、はい、どうぞ。すみません、甲状腺がんになったらどういう不利益が、なんか手術しないといけなくて薬をずっと飲み続けなければいけないとか、なんかそんな、絶対死ぬわね、どういう感じのことになるんでしょうか。転移した人もあるとおっしゃいましたけれども実際甲状腺がんというのはどういう症状なんでしょうか。ですね、甲状腺というのがさまざまなホルモンを出しているので、甲状腺がんを甲状腺をこうがんになって取ってしまうと、そのホルモンを出す器官がなくなってしまうと、いうことなので、そのホルモンに該当する薬を飲み続けなくてはならないわけです。で
特にその成長期の子どもたちにとっては非常にこう甲状腺って重要な、器官なんですが、ですからその子どもたちの甲状腺がんって今まであまり経験したことがなかった、領域なので、福島県立医大は半摘半分取るという、手術をしているんですが、そこら辺はなぜ半摘かというと、そのホルモンを出す重要な器官を半分でも残して負担を軽くしようということのようなんです。ただ一方でその再発例もあるので、そこら辺については本来であれば専門家の間でどういうふうに対処するかということについてはもっと議論が必要であると、その私たちがこう心配していることの中に、要はその、こうタブーみたいな感じで議論をしないようにってしているがために対策が遅れて、甲状腺の専門医なんかも不足してきて、甲状腺がんを診れるその病院もなんかすごい数が少ない、割に患者が増えていくみたいな、そういった状況になることを心配しています。その他の方、ぜひこの場ですから聞いておきたいということがあれば、ぜひ積極的に聞きになってください。はい、どうぞ。今の質問のことについてですけど、私は当事者じゃないんですけど、その証言した人の話を聞いて、男性の人なんですけど、手術して通ってしまった。その後遺症があって、声が変わった。今まで自分の声じゃなくなった。まあ、声帯がなんか影響された。それと、いろんな筋肉がこう走ってますから、首の動きが十分じゃなくなった。で、運転する場合に、まあ、首だけこう回せば見られるんですけど、これが動きがもう十分じゃないから、体ごとこう回さないといけない。まあ、そういう後遺症があった。そういう証言していました。他にいらっしゃる、はい、どうぞどうぞ。私も周りの人たちはいわきなんですけども、まだ親戚がたくさん住んでまして、安心安全キャンペーンというのは実際どこまで信じられているのか、いつも疑問なんですけど、もう悪い話は聞きたくないという気持ちは多分あると思うんですが、ただ一部知事が本当に信用されているかどうかっていうのは非常に疑問で、またもし例えば台風にしろ地震にしろ何か起きた時に放射能が漏れた場合、また公表しないんじゃないかっていう、なんていうか疑いを持っている人は実はたくさんいるんじゃないかと。そうなった場合、まあ、また道路がその渋滞になったりとか、まあ、この前の小名浜とかでありましたけど、そこのところがちょっといまいち、本音と建前となんかもう一つあるような気がするんですよね。で、その安心安全キャンペーンっていうのが、だから、まあ、多分ものすごい国の予算に使われて、まあ、それこそ水田さんがおっしゃったように、その予算の使い方を間違えてる。個人的にはそこを止めたいんですけれども、その辺、その住民としてはどういう、まあ、そこのところは非常に、まあ、知りたいなと思います。はい、その安心安全キャンペーンはどうなってるって話ですけども。やっぱり嘘もね、100回聞くと本当に聞こえるんですよね。そして一人の人がそれを言ってるわけじゃなくて、マスコミ総動員、専門家総動員、学校の先生の多くは、一部で頑張ってる人ももちろんいます、学校の多くは本当のことをやっぱり教えない、
地域ではそのことを話しにくい雰囲気が当然したがって出てきます。183人もいるのというまあ、正直な質問だったと思うんですけどね。チラシ配布してる時にそうやって答え何か質問してくださる方はまだマシの方ですよ。でも自分ってそんなの知らなかったのっていうことですからね。やはり安全安心キャンペーンはもう徹底していると思います。最初からもちろんそうだったわけではなくて、事故の日からですかね、もうあの時にすでに本当のことは私たち知らされてなかったですよね。スピーディーがそうですし、あの時も知ってたんでしょ、国なんかとそうですとか、そうですよね、はい、その後の展開は全部情報隠蔽です。はい、どうぞ。はい、今倉田さんがおっしゃったことはものすごく重要ですよね。スピーディーを開発するには国民の税金122億円を投入したんです、当初。で、所管が文部科学省になりましたね。で、文部科学省は12日の夕方に米軍と福島県庁にテレックスで売ってます。僕はそのコピーの一部を入手しました。で、それは専門用語でずっと数字が並んでるんだけど、両端の余白に国文部省の役人が注釈入れてます。これこういう意味です、こういう意味ですと。で、それを見た時にはびっくりしたんですが、日本語になってないの、読めないの、もうミミズみたいで、こうしてもう、あ、これこういう意味かって、それぐらいまで担当の役人が動転してたってことです。どうせなんか救われたような感じしたんですよ。この非常な役人どももことはここに立ってもう動転して、日本の文字がもう不利で書けなかったんだなと。で、それを私に提供してくれた方、医者の方です。しかも福島のその大学の医者に関係する方が、私は英語のプロデューサーで主催をしてますから、ただ名前だけまた伏せてくれって言うんですよね。今日現在もこの間朝日の方が来ましたけど、しかもその事実が飯舘村の方向にあるだけすごい車が流れてるってことも明記されてるんですよ。トルバ3万8000人の方が雪の降る中をあちらの方向に逃げていきましたね。これ私の言葉で言うと、もうこれ犯罪です。これは今まではそれを国民の税金で開発してたシステムがありながらなんですね。そのような非常な国家の非常っていうんですか、これはやっぱり許すわけにいかないというのが、私は本当に映画作りの根源においてあります。とんでもないことです、これは。で、それに対してメディアの追及も非常に弱いですよね。2週間も後にダイジェスト概要だけが公表されたんですよ。ご存知だと、国民の前に全部がある程度知らされたのは4ヶ月も過ぎてるでしょ。これは一刻一刻、生死刻々の時間なんですよね。だからこういうことが許されないような国家づくりをもう一度我々はゼロからやるのかないけないと、今黒さんの発言に関連してもう一度です。私は英語プロデューサーの矢田と申しまして、今原発国書を作っています。黒石翔です、よろしくお願いします。はい、他にじゃあちょっと私の方から一つ質問なんですけれども、今年の3月でいわゆる避難指示区域っていうのがかなりの部分解除されて、るわけだけれども、現実にはその住民の帰還率っていうのはそんなに高くはない、もっと言えば非常に低いっていうことですよね。それで2020年これは東京、オリンピックがあって、でその時までに何ていうか、とにかく福島復興というかそういう、こうイメージをね出したいと、少なくとも大体今の安倍政権なんかそんな風に考えてるとは思うんですが、でそれと現実にこう避難指示区域を解除しても住民の帰還率が非常にこう低いっていう、今のままだと本当にそうだと思うんです。でその場合やっぱりこう全然そのなんていうのか、こう日本は復興した、福島はもう大丈夫っていうね、そういうこうキャンペーンがなかなかこう通用しなくなるようなこう状況っていうのが多分2020年っていうのはあると思うんですね。で、じゃあこの
なんていうか帰還率の低さっていうのをね、こうなんとかもっとこうどん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 こう押し上げていかなきゃならないと、おそらく政府の側はなんかそういうふうなこうやり方っていうのは今後 どういうふうな形になっていくのかっていうか、ちょっとまあ そのことがちょっとね頭があるんですけど、その辺のところで。だから今先ほどから伊豆さんも私も力を込めていったところ、住宅補助の打ち切りなんかでまさにそのトップのところですよね。帰還率を低くしたいわけですよ。何が何でも低くして福島は何でも なかったことにしたいわけです。お金の問題ではないですね。多分80億円で多くの人が助かるんですね。80億円になってビビたるものですよ。今の国のあれからするとね、何兆兆円もかけて女性を、無駄な女性をたくさんたくさんやってきて、オリンピックのようにお金の問題ではなくて、福島は日本は何にもなかったことにしたい人たちがいろんな作動をやっている、それをいろんなつもりもっといろいろあると思います。はい、付け加えて言うなれば、政府 その復興加速化指針を読んでいると、なんかこう読んでるうちに嫌になって私はもう読みたくなくなっちゃうんですが、読んでるとなんかこういろんなところにその、復興という名のもと その補助金的なものを入れて、まあ、もちろんその、純粋な意味で本当にそのもうふるさとでもう帰りたいという人は一定数がいて、そのためだというふうに政府はしているんですが、それでもその復興拠点を作るとか、こういう整備をするという形でインフラ整備をするとか、あるいはコストイノベーション構想とかいって、いろいろな産業拠点的な何かを作るとかね、実際はなんか産廃とかなのかもしれないとか思っちゃったりしているんですが、そういう形でお金がかなり積み込むような、その80億円なんかとは比較にならないお金を復興の名のもとにつけている感があります。で、あともう一つはおそらくその、いくらお金をかけてもやっぱりその帰還する人たちはその私はそんなに増えない、奈良派でようやく 11% とかそういう割合ですし、富岡の人の話を聞いてもこうやがては帰りたいという思いはあるんですが、それが数十年先かもしれない、そういう感じなんですよ。で、だからそのなんかそれはただもう政府も分かっているんじゃないかと思うんですが、政府も福島県も分かっていて、すごく無理なその帰還促進だってことは分かっているくせに、なんか形だけこうなんか無理やり解除して、人が帰って帰った人たちなりの地域づくりをしているんだっていう、無理やりなんか絵を描こうとしてるのかなという感じがして、すごくなんか痛ましいというか、その被害者たちがその帰った人たちがその後どうするんだろうと思うと、すごく痛ましい感じがあります。でプラスちょっと付け加えておくとですね、富岡町ちょっと微妙な話かもしれないんですが、やっぱり作業員の皆さんが多いんですよ。で作業員の皆さんが多くて、おそらくひょっとしたらその人口的に帰った元々の町民よりも作業員の人が多くなってしまう。でそうした時にその町の例えば町長選挙をするとかいう時に、もし避難者の人たちが選挙に参加できないとすると、場合によってはその、元々の町民が避難者も帰った人も含めて何かすごいこう対立軸が生じた時にね、例えばその第二原発を動かすとかね、例えばすごい対立軸が生じた時に東電とかが影響力を行使することもこれはできてしまうかもしれないと思って、ということを指摘する人がいて、ちょっとこそれも恐ろしいなと思いました。ぜひ他の皆さん、ぜひこの機会ですが、はいどうぞ。佐藤と申します。
分断の実情、本当にいろいろありますね。まず国が勝手に線を引いたわけですよね。ここからここは避難しなさい、ここからここはいいよ、この軒先を線を引いてしまった。それによる保障が変わってきたよね。まるっきり変わってきて、そこからまず始まってると思いますね。それでお隣さんとの分断がいっぱいできてしまったんですね。それからあるいはその放射能の例えば100ベクレルをどう見るかについての分断がありますよね。それぐらい100ベクレル、100ベクレルまでは国は大丈夫だって言ってんだから、それを信じるしかないんじゃないのという人たちと、100ベクレルはやっぱおかしいよって、じゃあ限りなくミリシーベルトね、あるいは食べ物のあれにしても空間整理にしてもね、その数値をめぐっての分断がありますね。ありとあらゆる分断。そしてもう私が気になるのは運動の側の運動を何とかしなくちゃいけないと思っている人たちのその分断ですね。それは何とか乗り越えないと、私はこの放射能のなんていうか問題について負けていくのじゃないかなという心配をしています。アレクシェービッチさんが言ったように、見えないんです、放射能って、厄介なことに。で、新しい世界観あるいは新しい苦悩が始まった、新しい世界になっちゃった、まるっきり新しい世界になっちゃったんだ、彼女は一生懸命言ってるんですよね。それにはそれを乗り越えるには、新しい価値観、それを乗り越える私たちの力量といいますかね、世界を見る 見方を新たに作っていかないと、限りなく分断されてしまうなと思っているんですね。でそれは彼女の昔から言われている団結っていうことではないだろうと思ってます。それぞれがそれぞれのやり方を許容していくこと、みんな大事だよ。まあ私も簡単なのでそういうふうに思うんですけども、やっぱりそれぞれがそれぞれを認め合ってやっていかないと、本当に私はもう立ち位置できないと思ってるんですね。この補助の問題については、向こうは利害関係で結ばれてますから、強力に世界中のネットワークがあるわけでしょ。原発マフィアとかいうこともあるよ。私たちはそれにさ抗っていかなくちゃいけないんだから、やっぱり相当な力っていうかね、一人一人の力って私は言いたいんだけど、あと答えになってますかね。そんなことを考えてます。
はい、他にどなたか。はい、はい、あ、じゃあ、すいません、あの、はい、今あのアレクシエビッチさんのお話が出たので、ちょっと質問じゃないですけど、今晩 BS1 で7時から、アレクシエビッチの旅路っていう、ジェルノブイリから福島へっていうのをあの BS1 でやります。それであの7時から7時50分の前編と8時から8時49分までの後編で、福島の被災地訪問によって、その前編は彼女が見た福島とその旅に至る施策の過程を前編と後編で、で後編ではあの福島への旅のドキュメントを軸に、福島で彼女ならではの視点が捉えた施策からもうメッセージを伝えますっていうので、ぜひこれをあの皆さんもご覧になっていただきたいと思いますので、すいません、ごめんなさい。どうですか、さっき、はい、どうぞ。あの今、運動の話が出てきたんですけども、もう6年ということで非常に皆さん気にしているのはやっぱり健康状態の変化、被害というかそれがすごい広がってるわけですよね。でそれをそのど、小畑さんだっけ、広島の人たち被爆手帳みたいなその健康手帳というか、その時効後一体どのようどうあってっていうか、日常的にね自分の体それから家族の体やなんかをやっぱり記録していくというのはものすごい大きな力になると思うんですよ。いくら向こうがあの放射能の被害はない、放射線の全然被害はないと言っても、具体的に大それさんはこういうふうものすごい疲れやすくなったとか、で私なんかは東京にいるんですけども、あの福島311いつも行くんですけど、今年も行きますけども、あの必ず鼻血が出るんですよ帰った後に。鼻血ブーはないんですけども、少しずつやっぱり、あ、少し放射線レベルが下がったのかなっていうぐらいで、あの量はねそんなにあのひどくはないんですけども、そうすると私なんか言ってそういうふうに感じるから、その日常レベルでねやっぱり放射線が今でも出てるわけでしょ、原発から。でそれはやっぱりいろんな形でね出てると思うんですよ。で特に子供とかそれ顕著な形で出てきて、体力が弱ったとか、チェーンの部位の子供たちを見れば、でそこら辺はねみんなでその協力し合ってそれでやるっていうのはすごい大きな力になると思うんですけども、どうでしょうか、どうでしょうかっていうのは、そういう取り組みを小畑さんなんかの呼びかけてるし、でそれがその原爆あの被爆手帳やなんかはやっぱり援護法の問題にもあのつながって、それで医者にかかる場合にねすごくやっぱりあの楽なわけですよね、費用がかかんないから。でそれはあの被爆者の人たちがものすごい粘り強い運動をして、 そこにこぎつけてるわけだから、やっぱり被爆した人たちがね そこら辺は立ち上がらないとっていうか、中心にならないとやっぱりあのそんな権力を倒そうなんて思わなくたっていいじゃないですか、そういう話じゃないでしょ。自分たちの体をこんな風な変化が起きてると、それはいろんな形で出てるはずですよね、突然死んだとか。でそこをねどうするのかっていうのが、私みんな一番心配していることだと思うんですけども、あのそこら辺についてもし皆さんの間にも何かいいアイディアがあったら、あの教えていただきたいんですけど、例えばね、人口統計調査っていうのがありますね毎年。でそこでものすごい詳しい死因の死亡原因も全部あの各市町村ごとに全部あるんですよ。で赤瀬翔二郎さんでしたっけ、彼はそこからこういうふうに福島でがんこういうがんが増えてるとか、こういう健康変化が起きてるっていうのをチェックしてるんですよ。であれは毎年毎年大きな図書館行けば必ず置いてありますので、そういうのをあのプロジェクトチームを作ってね、変化はやっぱり有意者が出てくると思うんですよね。でそういうっていうか具体的にね、やっぱり具体的になんか目に見えるものを自分たちで共有していく、それが武器になると思うんですよ。安倍倒せとかそういう問題じゃないと思う、もっともっとずっと続く問題だから、この被爆の問題はと思いますけども、なんか
ご意見を聞かせてください。その放射能が何で悪いかってもちろんですよね。体に影響を及ぼすから悪いんです。あ、もちろん他のあれもあるか。で、私の経験から言いますと、あの3月11日に被爆し初めてですね、あの鼻血の問題はあの漫画でもある通り、あれは全くその通り事実だと思います。私の場合は下痢をしました。それで家族2人と、いつ頃からだったかな、あのこんな長く下痢をしたことはないというほどの下痢をしました。でもそれはもう放射能の影響以外ないですよ。でいつの間にかそれは止まっていくんですけれども、まあ、そういう形でいろんな人体に影響を及ぼしていることはもう間違いないし、あの私の知ってる郡山あるいは福島あたりで知ってる顔ぶれの中でも、でもいろんな軽いものからあるいは重篤な病気、あの例えばそんな私も何百人も知ってるわけじゃない、ちょっとしたグループの中でも何人かいますので、かなりの発症率だと思っています。で、被爆手帳のことはあの本当にその通りだと思っていますが、残念ながらそれをあのやっていくその何ていうか、人が足りない、スタッフが足りない、私たちもなんか目いっぱいなんですね。ですからどうか皆さんの、まあ、福島だけの話じゃもちろんないので、そういうことをあの一緒にやりましょうと言いますか、やってくださいと言いますか、なんです。確かに、おっしゃる通りだと思います。被爆手帳については郡山の、人たちが中心になって、被爆手帳を求める会みたいなのが、すいませんちょっと記憶が曖昧なんですが、立ち上がったと思っているんですが、その後どういう活動してるのかちょっと私自身あのちゃんと追い切れていないんですね。あとその人口統計など既存のデータを使って、それをきちんとこう解析してというのも、私自身も同じようなことを考えていたんですが、ちょっと能力が足りずにですね、取り組めていないんですが、おっしゃる通りそういうことを長けた人でチームを作って、そういうことをやるべきだろうなと思います。やっぱり、こういろいろなところでいろいろな取り組みがされていて、甲状腺がんに限って言えば各地で市民団体が検診に取り組んでいますの で自治体でも検診をやっているところがあるので、本当はそういうところがつながって統一的な統一的なフォーマット的なものを共有化してある程度、向こうに対抗できるようなデータを見せていくことが重要なんじゃないかなと思っているんですが、いろいろやっぱりプライバシーとか各団体のなんか微妙なサイトがあって、なんか私が言うように簡単なことじゃないみたいで、そこら辺まあでもおいおいそういうことにはなっていくんじゃないかと期待しています。私も頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。他にいらっしゃいませんか。はい、最初の話とちょっと変換だと気になっていることが、福島の人たちが自分で声を発させられているという問題があって、それが、2020年の話を重なるんですが、2020年に東京オリンピックが準備されているということがありますね。それと2018年というのは、明治維新150年代という大きな国策イベントが準備されています。これも基本的に共通しているのは美しい素晴らしい日本の賛美っていうものが全マスコミが挙げて行われて、いわばその福島的にものが言えない状態を全日本化するっていうプロセスがかなり大きく政治的に準備されているわけです。ですから2018年に起きるのは、その明治維新150年祭があり、
天皇の生前退位の完了ですね。要するに、そうですね、即位の儀式が次に始まったことも含めて、全体的にこれも絶対規範が許されない天皇制をめぐるある種の、あの大学代わりの政治儀式というのが行われるわけです。で、オリンピックと連動しますというのは、自然的に新しい秋冬っていう、もう次の広宮の話をしたいというのは、オリンピックで、世界名誉総裁について、世界に向けて開会宣言をするんです。でそれが準備されているわけです。ですから、全体として天皇のイベントとオリンピックイベントっていうことを通して、全体的に日本国家とか日本の歴史を一切批判させないっていう、そういう明治維新150年代って、実は68年の明治100年代ってあって、ものすごく大きな仕掛けを作ったんですが、それほど大きなイベントには、実はあの時代ではまだ野党ってものが存在しましたから、全てなり得ませんでした。今みたいにもう、とにかく野党制、野党を名乗ってるけど、野党制がある政党が国会にないっていう時代になると、マスコミも全部、反対意見が一切登場させないように組織が作られてますから、かなりそのことと福島の実態が隠蔽されていくというのはずっと連動していくように思う。で、2020年というのはやっぱり向こう側が作ったゴールなんですね。隠蔽の完了のゴールみたいになっていて、その全体のこう、すごいまがまがしい政治の動きそのものに、ちゃんとこう、少数でもいろんな声を立っていく人たちがいろんな形で連携しないと、かなりやばい事態になっていくんじゃないかっていう危惧を感じています。まあ、ですから今日の話も、そういうこう、プロセス全体をちょっと一緒に見ていくっていうことが多分必要なんじゃないかと。それをちょっと伝えたところですが、いいですか。質問ではなくて、ご意見ということでも、あるいは、なんかこう、皆さんにこう呼びかけるっていうようなことでも構いませんので、ぜひ、ご意見のある方がいらっしゃったらお願いします。ちょっと、私たち、子どもたちの保養をやってるんですね。今、私は伊豆高原なんですけど、神奈川のグループと、まあ、ネットワークをして、なんか最近その子どもたちが、まあ、補助船や何かじゃないけれども、なんか異常がすごく感じられて、でおねしょしなかった子もおねしょするようになったりとかね、で足が痛かったのが保養に来たら治ったとか、背が伸びなくなったとか、いろんな、まあ、そういう精神的なものも含めていろんな障害がちょっと目立ってきたんで、健康調査をね、アンケートを取りたいと思ってるんですけど、なんか直接言ってもなかなか協力はできないし、個人で言うと個人情報になっちゃうのでっていうので、そういうのをやる場合に、神奈川で一応取って、去年一昨年から復興庁や文科省に雇用をね、もうちょっとその被災者支援法の自然体験を私たちの雇用でも利用しやすいようにっていう申し入れをしてるんですね。なかなか規制があってできなくて、やっぱり保養団体で今困っているのは人の問題と資金の問題、資金がやっぱ集まりにくくなっているので、でも続けていきたい。でそういう健康調査なんかをしてね、それをデータを取って、それも一緒に申し入れをしてっていうふうに思うんですけど、その依頼する相手がなかなか、で私たちは広野町に教育委員会を通して、学校にチラシを配ってくださいということで申し入れをしたんですけど、去年、一昨年か、もう広野は全く大丈夫ですから、我が国は広野町では受け入れられないので、もっと広いところにこう、雇用に迎えてくださいって言われて断られてしまったんですね。で、そういうことがあるとなかなかその直接ね、協力してくださいっていうことをどこにどう言っていったらいいかっていうので今、どういうふうにしたらあれなんでしょうか。個人的、まあ雇用に参加した子どもさんたちに、まあ、親御さんに申し上げるのもそうなんですけど、あと例えば保健の先生とかね、それで子どもたちの意見、個人じゃなくてもいいから全体的にこんな異常が出てますよっていうのを把握できたらいいなと思うんですけど、でやっぱり、文科省とかにね訴えていきたいんですけど、昨年の交渉ではもう福島から何も声が上がらないから、全く知らない情報が
掴んでませんと、福島からの声言ってこない限りは全然何にも掴んでないってことなんですね。え、文科省が子供のあれって、まあ、びっくりすることだったんですけど、そういうのってどうしたらいいんでしょうかね、うん、学校に直接言えない、まあ、ただの任意団体だから、うん、やりにくい申し入れも難しいんでしょうけどね。ですね、すいませんわからないです、ね、私たちも、まあ、似たようなことを考えたことはあるんですが、ちょっと福島県内の小学校でやるには福島ちょっとそのなんか被爆とかそういう文脈ではなくて、その子どもたちのなんかこう、精神とか、ちょっと違う切り口で、依頼した方がいいように思っていますし、福島県内のその、そういう団体とつながるのがいいんじゃないかなと思っています。で、文科省のその例の自然体験の福島湖のあれも、被爆提言じゃないんですよね。子どもたちの野外活動とか自然体験とかそういう文脈なので、あれもすごいおっしゃる通り使いづらくて、私たちも経験あるんですが、なんかこうびっちりとこうプログラムを組まないとならないとか、全員の集合写真を撮れとか、なんかこうアクティビティしてるとか写真を撮れとか、なんかすごい地味に使いづらいんですよね。ただ続けさせることはおっしゃる通り大事なので、なんか私たちはこう被爆提言だって思ってていいと思うんです。でもそのなんか建前的にね、もう本当は被爆提言だっていうのが一番いいんですが、それが無理だったら、なんかたとえそのね、子どもたちの健やかな、何も分かりませんが、その野外活動のチャンスとか文化交流でもいいので、そういう文脈で続けるのと、あと福島で三味線郷病院とかの福島の保養に来た人たちの検診やっている病院とか先生とかのつながっていらっしゃいます。はい、牛山先生。そうですね、はい、なんかそういうところと相談されたらいいかもしれないです、ね、すみません、あまりよく分かっていない。はい、皆さん、韓国でですね、甲状腺がんがものすごく大流行、ものすごく多くなっているということについて、どのような情報を得ているか、どのように考えているか、ちょっとお聞きしたいと思います。ごめんなさい、私は知りませんでした。はい、はい、マズさんはさ、ご存知の方、私自身もすごく詳しくは知りませんが、韓国でその甲状腺がんが増えていることが、理由で、それもその検査を始めてから増えたということで、福島県民健康調査委員会の、専門家が、そうこういう例もあるから、検査すると増えることの一つの例として挙げていたのは知っています。ただその、子どもたちというよりも、むしろ大人の女性の関係ではない。韓国でですね、ものすごく甲状腺がんが最近数、まあ、10年ぐらいの間にバンク増えました。で、まあ、世界中でもアメリカでも4倍ぐらいに増えて、8倍ぐらい、日本でも8倍ぐらい増えてるんですね。ある検査法がどんどんやられるようになって、それは超音波検診という。それは日本ではあまり一般ではやってないんだけど、やってるのがかなりいるので、ここ10年ぐらいで8倍に増えてるんですよ。それは大人で増えてる。で、韓国はもうそれが営利的にものすごくやったので、ものすごく増えてる。それでやった地域とあんまりやってない地域と、があって、それを受診率と甲状腺がんの発生率グラフに取るときれいに直線にはなるんですね。
で、それをあの当てはめ、ちょっとそのまあそういったことは2年前にあのまあ世界で一応有名なニューイングランドジャーナルというあのまあ一番有名な紙雑誌に出たあのものですけど、それをそのグラフをあの計算しますとね、あの y 軸というのはあの縦軸は甲状腺がんの罹患率で、横軸があの受診率、それは、まあ、y イコール 4.5x というあの値になるんですよね。その状況を自分で計算する。そうすると福島ではあの、100なんですよね。あの38万人の中であの100人とかなんとか出てるという計算になるから、その図を当てはめるとすると100のところでどれぐらい出るかということを見ると、あの y イコール 4.5x だから450人出るわけです。その人口10万回ですから、それ福島では、大体39万だから、そのかけると、1800人出るんですよ。あの超音波検査をやると韓国でね、出てるんです。だけどそれはね、あの韓国は大人の検査をやって、福島では子供だから、大人と子供でどれぐらい の違いがあるかというと、それはよく言われているように30分の1ぐらいになるわけです、ね、ですからそれを30で割ると、で、あのその1800人というのは人口10万回ですから、30で割ってあの、福島で検査した38万っていうかけると、まあ60人という数値が出てくるわけです。だからあのそれは1巡目の 100人ぐらいと比べて、あのその福島の方が多いんだけれど、大体近いような値にはなるんです。ただそこであのいかにあの、あれ超音波検診っていうのはね、ものすごい医療被害を起こすということについて日本ではもう全く抑えられてるんですよ。あの福島の人たちはあの医師会の人たちですからね、やってる人、鈴木伸一にしてもあの大学教授と医師会と結託してるから。で日本では医療被害というものに対して全くあの問題にしてない。この超音波検診というのは必ずあのがんでないものをがんというふうにして、それをあの手術して、で首があの障害を起こしたり、一生あのホルモン剤を飲まなきゃならないようなことになるわけです。だからそういった問題もねあるんですよ。確かにその中にはね、あの100人ぐらい見つかって60人っていうのは、まあ、非常にね大雑把な計算なんで、それきちんと比較することはできないんだけど、その中にあのこう、放射線 の発がんが入っていることは確かだろうと思うけれど、まあ、あの超音波検診というものが起こす医療被害というのもものすごく大きいんですよ。それも問題にしていかないと全くの片手落ちになるんじゃないかと僕は思います。ですね、過剰診断っていうか、その過剰な検査に関する被害については、崎山久子さんなんかずっとこう言っていらっしゃったんです。で、だから今になってその、向こう側が過剰診断かって崎山久子さん含むこちら側がもっと検診をきちんとやれって言ってるのは妙な構図であることは確かなんですが、ただ今おっしゃったこといくつかちょっと誤解があるんじゃないかと思っていまして、まずその県民健康調査を擁護するつもりはないんですが、一応、エコ検査だけで診断しているわけではなくて、
エコー検査の画像で診断した後に、いやそれはみんなそうですよ、必ずエコーだけではがんとは言えない、ちょっと最後まで聞いてください、だからちゃんとね、あの生検を取って病理診断しないとがんとは言えないんですよ、はい、で韓国でもそうです、エコーだけではあのがんとは言えない、細胞診をあのして、そこで、がんだと診断された子どもたちに対してあの手術をして、でその手術の結果を、確かに取り出した組織を見て、がんであったという人たちが確定という数字になって、それはね、ちょっと待って最後に聞いてください。であのもう一つ言うなれば、その、検査してがんだと診断された子どもたちのさっきも言ったようにかなりの部分があの転移を伴っていたり、あるいはあの甲状腺の外に広がっていたり、これはよく お話をしました、よく分かってます、つまり、ね、あの専門家たちが過剰診断だっていうふうに言っていて、一般的にそのがんの過剰診断っていうのはあると思います、私も身内であの そうかもしれないと思った例はあるんですが、ただあのそういう面はもちろんあるんですが、今そのすごく県立医大側はあのまあちょっと県立医大をあのなんか擁護するのも微妙なんですが、彼らはその、これはすごく必要な手術だったんだってことは言っていて、私はそれはあの公開されたデータを見る限りそうであったんじゃないかと思います。でさらにその韓国のその受診率 と、その罹患率の話をされていまして、その過程でその子どもと大人がその、30対1というような数字を挙げられていたと思いますが、国立がんセンター の、その年齢別のグラフを見る限り、そのそう単純なことは言えずに年齢に応じて増えていくというのは確かで、その30対1という数字はちょっと私はどうなんだろうと、まあ、でもし言ってるよ、津田さんなんか、はい、だからそのなんか、似たような数字というのはちょっと私は違うんじゃないかというふうに思っています。僕はね、放射線の影響で放射線が増えてるんじゃないかと思うけれど、それと同時に医療被害がものすごく多いということについてよく研究した方がいいと。それは2年前にニューイングランドジャーナルという、まあ、世界で一番権威のある医学雑誌にきちんと出てまして、そういったことはよく検討しなかった。だから誤診と過剰診断とは絶対違う、全然違うんですよ。誤診というのは取り出して調べればこれは間違ってたっていうことになるんだけど、過剰診断っていうのは取ってもこれはがんだというふうになっちゃう。だけどそれはほっといても一生死ぬことはないがんなんです。そういうがんが昔からあるということは誰でも知ってたんだけれど、最近になってそういうものがそれは昔はね解剖しなきゃ分かんなかった。解剖してみると甲状腺の病気でない人を解剖すると小さながんがいくつも見つかるというんで、それは一生ずっと何もとどまっていたがんだというふうに昔は思ってたわけです。そういうものがあるというのが甲状腺がんの特徴なんだけれど、最近ではそれが生きた人間で分かるようになった。それが韓国の例なんです。それはものすごく重要な大変なことなんで、それをよく検討してどういうことなのかという、それと放射線によるがんとどう違うのかということについて、まあ一応の検討をしておかないといけないんじゃないかと。そうじゃないと医療者に勝手なことをされてしまいますから、あなたはがんだということで言われて、で手術などもされてしまう。それをまあそういったこともね、やはりこう何て言うのか、批判的に、見ていかないと、批判的に見ていく
というか、あの対抗していかないと、あの全く好きなようにやられちゃうということですよね。いいと思います。はい、簡単です。簡単にいきますね。今こちらの凡人から提案されたことがあります。それはあのもう具体的に始まってます、はっきり申し上げてね。つい、去年の暮れに、泊原発へ行って、泊原発の地元の方たちが北海道全域の死亡統計を協力を要請しました。道場をはじめ厚生省統計からずっと。そしたら極端に言わないっていう町が、がん発生、全がんですよ、いろいろがんがありますけど、それが突出して北海道第一位にランクされた客観的指標です。これは膨大な人件費がかかります、それだけの調査するためにデータ。だけどそれに着手し始めて一冊のもブックレットを収めました。素晴らしい情報も出てます。それからもう一つは何といっても遺伝子の破壊という問題が起こってきますので、6年経ってからこれからが大変です。遺伝子の破壊、それがちょうど子供が今度結婚の適齢期になります。で、私もこのような運動を始めて何年も経ちますけども、立ち上がった一つの原因は本宮町の被爆者に慰めるためにと思って長野県連れて行ってお話を聞いたときに、じいちゃんもう結婚もできない、子供も産めない体になったのよねって言ったときに、大丈夫だよ大丈夫だよって半年間は言った。ところが1年半経つと、中学生の子供の方がより詳しく自分の身の危険を感じて、ねえじいちゃんそうなのよねって言った時、ただ一緒に泣いてやることしかできなかったと言ったんです。で、私がもらい泣きしましたけども、これからそういう問題が広島長崎と同じ運命を辿っていくだろうということを厳しく我々は認めなきゃいけないということを付け加えたいと思います。先の提案はものすごくいいことで、客観的資料で日本で我々だってもできることです。一切拒否されなかったそうです。そのおかげ読んでみると、北海道ではもうそういう運動が始まってます。以上であります。インターネットでも調べられます。ですね、そろそろ4時半になりますので一応今日の作業順はこの辺りで一応終わりにしたいというふうに思います。あと、まあこれからですね、緊急会議の方はもちろんその福島の現状というものとこうはっきりとこうなんていうか、その情報を共有しながらですね、さらにシンポジウムというものに企画を立てていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。黒田さん、それから西田さん、どうもありがとうございました。